はい、こんにちは、まえちゃんの前原です。今日はこちらですね。うん、デラックスジェットコンバットガシャットとレベルアップライダーシリーズ06ビートゲマです。仮面ライダースナイプがレベル3に変身するためのジェットコンバット、レベルアップライダーシリーズの仮面ライダーブレイブがレベル3に変身するためのビートゲーマー、はい、をゲットしましたので、こちらを開けていきましょう。しょう、はい、こちらがデラックスジェットコンバットガシャットですね。はい、このようなデザインですね。はい、戦闘機にサメのデザインが描かれていて、いかにもシューティングゲームっぽいイラストですね。はい、うん、ではデザインシートを取ってください。はい、はい、じゃあお願いします。はい、お、いい感じ。うん、ではスロット1に入れてレベル1に変身させてみましょう。はい、ではレベル2。はい、いきます。あ、短い、うん、はい、それではスロット1にバンバンシューティングガシャットで、スロット2にジェットコンバットガシャット入れましたので、レベル3に上げてみましょう。はい、第3戦術、なんかあれみたい、戦隊ものみたい。ああ。ライダーっぽくない、なんとなく。うん。はい、それでは決め技スロットにセットしてみてください。はい、では次はガシャコンマグナムでやってみましょうか。はい。続いてこちらがレベルアップシリーズ06のビートゲーマーですね。はい、ロボットゲーマーと一緒の感じだね。うん、うん、それとレベル3用のゲーマードライバーもついてきましたね。はい、ではブレイブに装着していきましょうか。はい、まずはゲーマードライバーを取る。うん、よいしょ。はい、そしたらこのビートゲーマーの手の部分をポコッと外します。はい、そしたらまたこの前と同じようにこれひっくり返すでしょ。はい、でまたこの足が肩の部分になるんで広げますね。うん、で裏側から頭出す。はい、でガチョーンと開けて、うん、ブレイブの肩に差し込みます。腰の部分を引き上げてここにセットして、こっちの肩を取ります。はい、OK、反対の肩の部分が突き出せるようになってますんで、はい、ここに右の肩を差し込む。はい、よいしょ。 OK、これでスピーカーができましたね。はい、両方ガタイガタイジュピー。そしたら今度はブレイブの右手に装着。はい、はい、ということでできましたね。こちらが仮面ライダーブレイブのレベル3ですね。はい、どうですか。かっこいいけどなんか微妙。そうだね、うん、パパはかっこいいとは思わない申し訳ないけど、そう、まあ微妙としか言いようがないですね。ほんと、うん、意外とエイちゃんはいいと思うけど。あ、本当に、うん、エグゼノのレベル3よりかはなんかいいかもしれないですね。はい、あ、ではエイシン君にレベルアップライダーシリーズを使って変身を再現していただきましょう。はい、ああちゃんとできた。あ、よかった。ということで今回はですね、変身対決やっていきましょう。はい、このジェットコンバットガシャットを使ってね、はい、どちらがかっこよく変身できるか、このスロットに入れられるかやっていきましょうね。はい、では、はい、エイシン君からお願いします。はい、いきます。変身、
じゃあパパもやりますね。はい、いきますよ。変身。ということで、この3回ぐらい対決した中で今まで全部ね、エイシン君に負けてますから、はい、今回ぐらいはね、パパにかっこいいって皆さん入れてくれるんじゃないか。こちらにまたですアンケートご用意してますので、はい、エイシン君がかっこよかったのか、それとも今回に限っては僕がかっこよかったのか、もしくはいやどっちもダメっていうですね、あのアンケートありますので、ぜひ投票してください。はいはい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスジェットコンバットガシャットとレベルアップライダーシリーズ06ビートゲーマーでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、仮面ライダーエグゼイドの関連の再生リストこちらからご覧になりますのでぜひ見てみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。